え、ちょっと待って、え、違うの？ちょっと待って、え？ちょっと待って、あれ、え？ちょっと待って。え、もう、待って。アインポスター来る、これ。な？ゆったた、ブロ？んし？いややっぱ、上田さんボタン管理と、あれが。はっしゃ。おいおいおい、やってくれたな。ゲンさんがカフェテリアの右上のダウンロードで死んどるぞ。早いな。早っ。ウェポン側に行った人とか、カフェテリア行った後はアドミンに遅く入ってきた人とか、ストレージに遅く入ってきた人とかを上げてください。はい、下0、僕だけです、はい。アドミン、ストレージ0っす。あ、オッケー。センターじゃあみんな見るじゃん。で、はっきりさせたくて、トータスさんが最初、うん、にもうウェポンにいて、オラフ君と僕が一緒に入ったから、僕、オラフ君、トータスさんが無理、うん。で、遅れて、魚と剣士が入ってきてるから、この2人は可能です、うん、僕目線。それより先に足湯が抜けて、オスまで行った。あ、足湯が一番最初に行ったのを見てます。そうなんだ。じゃあ、足湯さん、トータスさん、オラフ君、僕は無理で、うん、魚と剣士に話を聞こうか。ヒカさんは私ね、メッドベイ方向。マジで？まあ、いや、ああ、そっか、俺がメッドベイ入ってる間に抜けたのかな。そう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 、あのロアエンジンの方に、あとアッパーエンジンの方に走ってるから。なるほど。ロアエンジン、ね、感覚的な問題だけど、キルクール溜まるような時間じゃないと思うよ、俺とか魚が多分ウェポンに入ったのって、多分誤差レベルだと思うけど。あ、でもそうなるとピカ君しかいなくない、ほぼ。初手、ダウンロード、あの、そう、あの、右上のところ、ウィキイチは私です。あの、一応いる、あ、ごめんなさい、大田さんどうぞ。あ、ごめんなさい、初手、カフェの右上、2人いたと思うんですよね。誰かは認識してないですけど、2人いました、しか。あれですか？いたって言ってない、行ったって言ってない人なんだな。はい、多分そうだと思いますよ。誰ですか？あ、カフェの入り口？カフェの右上の、あのタスクのところに2人いたんですよ。じゃあ、ゲンさんと犯人じゃない？じゃあ。そうですね。だから僕もそれを思っていました。高田さんは行ってないの、そこに。行ってないし、多分そんな時間なかったと、まあ、魚が俺行けたと思う。まあ、まあ、そもそも俺、高田剣士が O2 に来てるかどうかって確認できてなくて。いやいや、違う。魚と多分ね、ウェポン側に同タイミングぐらいで抜けてるよ、多分俺らは。そう、ほぼ同タイミングだった。この教えてもらったらいいですか、高田さんと。まあでもだから剣士魚の企画の中にいるよ、ほぼ。あ、O2 そのまま行った感じです。だからそれぐらいの時間でウェポンに俺も一緒に入ってるから、無理だと思うよ。ピカとかで一緒に行動する？でんいやそっちの方でんでって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 でんてでんうわありがとうございますオッケーえもうだから魚さんと高田さんはもう初手でもウェポンに行ったってことですか？ちょい遅れぐらい。あ、センターに言うんだけど、順序的に足湯さんが最初、トータスさんが次行ってる、僕とオラフ君が一緒に入っている、その時にオラフ君が右上にいる誰かを見ている、その後ちょっと遅れて、剣士と魚が来ているが僕目線だから、可能なのは剣士と魚のどっちかはあり得る、うん、僕目線はね。あと、ピカクロスが一応、左方向に走って終わってるのがアッパーエンジンで終わっているんだけども、テラドーさんは、多分メッドベイに入られてたんですよね、今の話で言うと。メッドベイボタンポチってやって、出てきてカフェテリア右上で発見だから。そうだよね、だからその間に私多分すれ違って、テラドーさんは見てないんですよ、私。だから走ってる。あの左側方向走ってたんだろうなと思ったんですけど、私は見てないのから、私は浮いてるんですよ。から、アメノクさんの言う通り、その容疑者候補の中で私も含まれると思う。俺が含まれる、俺とか魚が含まれてしまうのがめっちゃ不服なんだけど。ケンシに聞きたいんだけど、ケンシって魚をどう見てるし、魚はケンシをどう見てるの？ほぼ一緒に入ってきたと思ってんだけど、二人はどういう行動してるの？できるわけがないと思ってる。だって、そもそも初動で行ってて、ほぼ。初動で来てんの？初動で行ってる。そんなに10秒も経ってなかったよ。10秒も経ってないと思うし、そもそもそんな遅れて入ってきたローンを提出されてるのがすごい不服だわ。魚さん視点の話が欲しいんだけど。
あ、そう。俺、足湯さんちょっと怪しいと思ってて。まあ、言うて、本当に誤差レベルで、誤差レベルってどれぐらいのことを言うと、ゲームがスタートしました、みんながカフェテラに出ました、じゃあどうしようかな、じゃあ行こうか、ぐらいの、出だしなんで、正直、俺らって上にいたとしたら攻撃誰かを殺すことできなくて、オラクの証言が本当であればピカクロスしかいなくねと思ってんだけどね。マップ見てから言うぐらいの差でしかない。トータス足の弁当ないことないと思ってます。私にはならないよ。オラフさんが言ってる証言で私にはならない。私は左方向に走ってるから。足湯さんの最終位置がわからんので。ピカクロス魚でチーム組んだら。いいけど。殺されるよ、俺。殺されていいんだよ。そうだね。もう どっちかが殺されるんだよ。いいぞテラゾ。いいね。ある程度気遣いをしながらのバチバチでなんかちょっとふわふわしつつバチバチしてなんか ちょうどいいな。やっぱ開始前にしっかりこうお互い気をつけましょうっていう。あれ全然解除されない、はい、ちょっと手伝ってください。あげてる解除手伝ってください。あ、はい、解除していこう。すいません。なんかめっちゃ遅かった。はい、トータスです。リセット忘れてたわ。なんかどうしても言っておきたかったんであれなんですけど、カフェテリアで死んでるんやったら、コミュニケーションまで、じゃあナビゲーションぐらいまで降りてる人がいてないんであったら、アシューさんの弁当もあるかなと。違います。それは大丈夫です。オラフさん見てる。それは僕が正直です。アシューさんが多分一番に O2 に行って、で僕はその後に持って行ってるんで、アシューさんが最後高田さんが来てます。了解です。ちなみに死体発見場所はダウンロードなんでかなり上です。弁当から出てダウンロードまで行くのはちょっと考えづらいと思います。なるほど、了解です。あと僕はアメネコさんが すいません。あ、いいえ大丈夫です。もうアメネコさんの動きがちょっと気になってて、僕は、はい、2番目に、O2 の方行ったんですよね。アシューさんが1番で、でアメネコさん、はい、あ、いいですよ、聞いてください。しゃべらせてあげて。あ、アメリカさんもウェポンズの方行きますよね。行ったというか、僕ウェポンで止まってますよ。 O2 から行ってないんで、はい、ウェポンで止まってるんで全く下には行ってない。初動の動きはカフェウェポンって感じですか？いや、カフェウェポンっていうかウェポンです。もうウェポンです。もうカフェは何もしてないですよ。あ、かウェポンズで、いや、オラフ君と同時に入ってますよね。だって、はい、だからウェポンズでカフェに行ってキルしてウェポンズ。ああ、無理です、無理です。無理無理、それは俺も証言できるわ。はい、3人一緒でウェポン固まってました、最後まで。はい、結局整理したいんだけど、最後にウェポンに入った人が誰なのかっていうのは確認取れてんの、これ。いや、それ聞くのもめっちゃくちゃほぼ同時。ピカクロスさんだと思うかな。なんで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 、いや、で私目線の犯人候補を縛らないといけないから確認するのは当たり前じゃん。それを聞くのはってどういうこと？テラゾーとか含まれるんじゃないの？いや、それそうなのよ。そうなのよ。いや、めっちゃそうなのよね。いや、喋らんぞ。そしたら私そういうこと言われるんだったら。テラゾーさんは置いてないの？なんかね、ピカ君に考えてほしいのは、なんか疑うべきはテラゾーなんじゃないの？それなんだよな。目線っていうところ。めっちゃ、うん、ああ、いや、テラちょっと可能性なく。それ考えてみてよ。そっちの方がなんかしっくりはくるよ。マジか。センターは置いてないの？俺とメッドベイですれ違ってないタイミングだったら、そのタイミングでまだダウンロードいるって。いや、めっちゃ明るいそうなんだよな。視野がすごく狭まってんだよね、ピカクロスさん視点。だし、なんかめっちゃ過剰だよね。浮き打ちってほどでもなかった段階からもう浮き打ちって言ってたから、やっぱ自分がキルした自覚があるからこそって感じの視点だったよね。ピカさんで間違いなさそうだけどな。エラドーさんに向かないのもちょっと不自然だよね。エラドーさんの白を知ってるのか、まあ、はたまた、ラドさんとの、知っちゃってもやすそうだったよ。ラドさんまで。したかったけど。そう。さっき下手じゃねえ、これ。おえ、天才すぎ。ちなみにマウス&キーボードの人はね、スペースキーでタスクできますんでね、おすすめです。デメリットは弁当に入っちゃいます。弁当ゲーをします。
がに先を。早くでしょ、やった。さんとの相方位置ないのはアメリコさん、母さんって感じだよね。素晴らしい。天才だね、これは。おー、ナイスです。めっちゃいい。ってか、剣士がこのタイミングで鳴らすのはすごいクルーメイトに見えるのしかいないんだもん。心象が良い。良い。わかる。白角ということで。うん、白角かわかんないけど、心象が良い。白マークつけてくわ。心象が良い。あアメリコさんも心象が良い。あ、ありがとうございます。あ、でも、ピカ君、そのさっきのさ、その、テラゾーのセリフでちょっと考えてみた？ね、考えてみたんだけど、そうなってくると疑問点が1個あって、はい、あのダウンロードそんなに長くやってたのっていう気がするんだよ。そう、そのはず。俺がメッドベイ行ってる間に抜けたんだとしたら、その後俺がメッドベイからカフェテリアに行って、まあメッドベイに入ったっていうのがそもそも嘘の可能性はあるけどね。あ、ピカクロさん視点はテラゾーがメッドベイ入ったの見てないって言ってるんだから、メッドベイ入った後に俺がカフェテリアで通報するまでずっと右上でダウンロードしてるのかっていう話。まあこれは別にそのテラゾーの意見とピカゴロスの意見を否定する意図じゃないんだけど、あそこってゴミ捨てとダウンロード両方あるじゃん。だから両方やってたら15秒ぐらいかかるからなくはないんじゃないとは思うから、なんかピカ君ってテラゾーのメドベイ入ったのをやっぱり革新的にインポスターで分かってるからテラゾーを疑わなかったんじゃないのかなって心象的にって思っちゃってて、結構疑ってる。その理論だけで疑うのはナンセンスちゃうかなとは思うんだけど、考え方として多分やるんだったらダウンロードタスクを先にやってゴミ捨ての後にやるんじゃないかなっていう気がするんだよね。なんでかっていうと奥の方にタスクの方が危険なはずだから、うんうん、あんまり多分、まあ、でも1はそんなに、まあ、考えずにやってる人も多いからあんまり拾えないと思う。まあまあまあね、うん、あの2個重なってるっていうパターンって言われたらさすがにわからないけど、ただダウンロードタスク1個だった場合はテラドーさんはきついんじゃないとか、テラドーさんの位置で発見、セルフキルで発見ってことはないんじゃないかな。それ起きてるんだったらゲンさんがミスってるパターンだよ。ダウンロードタスク途中でキャンセルしちゃってもう一回押したっていう計15秒くらいかかったってパターンだったらわからんけど、ピカクロスにお願いがあるんですが、うん、あなたが疑われているので僕が先にタスクをやって終わったらボタンを押す形でいいですか。いいですよ。はい。いや、見えてるか、ピカクロスさんとテラゾーさんの色みたいな感じに見えるよね、結果。いずれにしても、インポスターっぽいよな。いや、めちゃくちゃ視点一緒だな。そうなんだよな。メッドベイに入ったことを知ってる、もしくは左側に行ったことを知ってるインポスターの視界っぽいんだよな、ピカクロさん。超わかる。死ぬかも。つけやりづれえな、これ。あら。いや、ここリスクかけなくていいかな。いや、死ぬかな。いや、あといいや、あと2番にしよう。役立て終わりだね。はい、主体なんですけど、カフェの、メドベイ川の通路入る前、カフェ内にありました。あ、そっちかよ。最終だ、最終カフェいた人は、アメネコさんと会いました、カフェ内で。ちなみにオラフが見てると思うんですけど、カフェだけ閉まったんですね、ドアが。閉まってましたね。閉まってましたね。うん、で、アドミンで、確認して1だったので、転がってないかなと思って見に行って、アシューさんとすれ違って、僕は最初に右見に行っちゃったんですけど、アシューさんはそれで左に行ったっていう時間軸です、アシューさんに説明すると。オラフ君は、はいはい、あ、ちょっと一応確認させてください。アシューさんって、カフェテリアの扉が閉まってたの確認してます？確認してます。あ、で、ウェポン側から、扉開いてすぐ来ました。はい、そんぐらいですね。あ、だとすると、僕はオラフ君と一緒に扉が閉まってる状態で下に降り、扉が開いてすぐに右側ですれ違ってるじゃないですか。はい、だから僕が扉が開いてから左の方に行ってやって、アシューさんとすれ違うことは時間的に不可能です。そうなると
アメネコさんはあれですか、カフェ内じゃなくてストレージ、アドミン側の通路におったってことですか。あ、閉まってる時にオラフ君と一緒に。そうです、はい、あ、わかりました。じゃあ無理だと思います、はい、閉まったのでアドミン一応、あ、カフェテリア一応確認して見に行ってます、はい、あ、いいですか。魚とピカってどこいました。ナビゲーション、うん、その前ストレージで会いました。ナビゲーション、うん、うん、あ、合ってますよ。ね、俺の言ってる、すれ違ってる。絶対絶対保証できる。それは左側にいたのって誰だ。トータス行ってました、左。あれ、あ、じゃあ俺、あ、ね、いや、ごめんごめん、サクラとピカ見た気がしたから。 あ、 あ、オッケーオッケー。ね、確かにね、ロアエンジンにはいた。ロアエンジンのタスクを終わらせて、ね、うん、そこからロアエンジンからエレクトリカルに行っているので、ういうアッパーの方には一切行ってない。あ、そういうことか。そっから最終がね、ナビゲーション多分ね。簡潔に聞きたいです。トータスさん と、剣士とセンターの最終位置教えてください。一言でいい。アドミン。アドミン。俺セキュリティ側のあの十字路の通路側。アドミン。カフェテリアさんでストレージ1が あるの。一番最後ね。アドミン着いた時にもうすでに2人いてた。俺が最後にアドミンしたから入ってた。なるほどな。じゃあトータスさん剣士違うとなると。先端受け位置じゃないの、初日ってずっと聞いてあかって聞いてるんやけど、なかなか通らんのに。受け位置、受け位置。加算確定書。あれだ。相方位置がわかんないな。話の続きかな。あ、僕が多分アメルコさんはカフェ1って思ってカフェ行ったってことですね。はい。あ、なんか僕見た時カフェ3人ぐらいいたんですよね。なに、それはドア閉まってから。閉まってからっすね。多分アメルコさんがワンチャンそのドア閉まったのを確認しに通路側に出ましたかね。ドア確認しに通路側に。あ、あのドアを閉まったのを。あ、一旦通路が通路はだって閉まってるからカウントされないですよ、僕は。なんか、そうそうそう、いや、僕は別にアメリカさん疑ってるわけじゃないんですけど、誰かがなんか、でもカフェさんになったんですか、扉閉まってる時。なんか3人いましたね、3ついてたような気がしますね。え、最終的にも3ありました。けど、その情報と照合、最終の3は僕と足湯さん。最後ね、いっちゃん最後。だから、でも、最後それやったら4になる。そう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 、アメリカさんが入ってるんだったら4になるはずだから。あ、ちゃうか。え、カフェに犯人がいるはず。すみません、犯人いてないですね。アメリカさんと僕と、テラズさんの下に。そうで、オラフ君の情報を出しになったとすれば、さらにもう一人いるはず。はいはい、アメリカさんが入る前に3のはずだから、多分。あ、違う違う、アシュウさんもウェポン街にいるから、そもそもアシュウさんもいないよ、カフェテリア。そうですね。あれはどこら辺なの、カフェの下位置。もうほんまにあれです、ベンドベイガーの通路入る前、カフェ内です。ベント移動とかないの、それって。ベントはできないんじゃない。わかんないけど、メットベイガーとかに入ってとかあんない。アドミンを見てるんだったらあるかなとかって思った。何だな、それ高田さんが言うんだ。だって抜けている側からしたらさ、アッパー側からカフェじゃなくて、多分カフェ側からアッパー側に行ってるっぽいでしょ。剣士の到達は下に来てんだよね、ストレージ側から来てん、うん、これストレージ側でロアで、多分魚とピカクロスとかとも合ってるし、うん、俺も合ってる。確かに閉めたタイミング的に言ったらそっちの通路、カフェからアッパー側に向かってると思うんだけど、多分俺セキュリティ側の通路側に立ってて誰も見てないから、魚タスク終わったらボタンを押すので、あのタスクやる方はなるべく頑張って早めに。あれ誰だ、 C さんか。今の犯行がよくわからんだ。何じゃない、オラフ君かな。いや、冷めちゃわれるから。先思考は一緒だけど、ライン切りの可能性もあるかな。アメリカさんはさすがにライン切りにしては過剰すぎる気がするから、やべ、めっちゃ人狼要素が高すぎる。
れこれ足湯さんじゃないねオラフくん。え今でも一緒に行きましたよ。アメネコさんだって左下からずっと一緒にいたん。いやアメネコさん絶対違いますよね。はい、僕もオラフくんとアメネコさん違うと思う。ごめんごめん先に。ごめんアドミンの上ぐらいです。通路。そう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 。ごめんあの魚さんがタスク終わったっぽかったから、私じゃあ魚さんボタン押すやろなと思ってちょっと離れたんよ。で右側走ってった時に停電になったんで、多分そのタイミングで殺されてるんちゃうかなって思う。カフェテリアで分かれてる。あれだか僕ら見つけたのは魚？いや紫だったと思うから。トータさんだと思う。さんどこで死んでたの？アドミンの横通路。トノジのところですよ。その字真ん中くらいかな。はい。いやごめん離れない方が良かったね。ラフ君はロアの方が来てるから無理だね。あのエレクトリカルに。ごめんけどピカ君の処遇を決めたくて僕はピカ君に入れざるを得ないとちょっと。いやもうそれは決定で他のもう一人の人を探しましょう。アメトさんちょっと疑われてたんでちょっと言いたいんですけど。トタさんあのオッケーオッケーあのあとね。タラさんも多分停電前リアクター。いたいたオラフ君と、はい、誰かもだと思うトータスとかもいたのかな。あ、シーサーキャスキンの前回の反抗も。いや、バジレットグルメイトだからまずくて、申し訳ない、ダメか。じゃあ、ごめん、私グルメイトだけど、これ、じゃあもう、諦めてください、ピカクロさん。センターさんはシーさんと多分、ストレージ側に行ったと思うんですけど、行ってない。僕、リアクター行きました。リアクター行ったんすか。僕はアメネコさんとずっと途中まで並走してたじゃないですか。セキュリティのとこまで。あ、マジっすか。はめっちゃ並走してたんですけど、最初です。僕オラフ君しか見えてないです。あ、そうっすか。あの一番最初です。最初は見えてます。最初は見えてます、はい、でそれで一番左下ロアのとこで停電起きたじゃないですか。で僕そのロアのとこ左下のタスクをやってて、はいはいはい、多分アメネコさん、はい、さっきエレクトリカル行ってたんですかね。だから僕追いかける形なんですよ。で、オラフ君とアメネコさんの後ろ投票は絶対して投票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 してなのかな。人狼要素ちょっと薄めた方がいいな。いやでもアメリコさんがさっきのキリしてると思えねえんだよな。先に、ごめん、一番最初の話させてほしい。タスク多分全員終わってるでしょ。これ終わってます。終わってます。あ、じゃあ終わってる。いや勝ちだ。あれこれじゃあ誰が終わってないの？僕です。僕だけだと思う。絶対。てかあと 0.1 とかだからこれ一人ですね。はい、うん、僕だけです。センターだけじゃない？うん、だからセンターはタスクやってもらって何かあっても全無視で。一回見つけても押さない。他のタスクは他のセンター以外で直すで OK。しかもセンターもこれフル確定じゃん。はい、じゃあもう足湯さんじゃないですか？やっぱ足湯さんやん、ね。はい、足湯さんだと思う。足湯さんか。ごめんなさい。ごめんなさいってな。ごめんなさい。トータスさんはシュウさんじゃないの？いや、ピカクラスさんと。あ、そうなんだ。あ、そういうことですか。そうですね。多分そういうことになります。投票した。なんかもうわからないです。した方がいいですか？いや、やめてほしいです。一応。じゃあタスクで負けたい。タスクで負けたいです。負けるならば。ああ、タスクで負けたいんですね。はい、じゃあ、はい、足湯さんに投票しました。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい。まあ意思を尊重していきたいっていうのが僕の主義なので。全然尊重されてない。はい、ありがとうございました。多分僕なんかなって思っちゃいましたね。あ、でも足湯好きですよ。僕気持ちよくて。ありがとうございます。ありがとうございます。何のデモなんだ。いや、え、違うの？え、待って、え、ちょっと待って、え、違うの？ちょっと待って、え、ちょっと待って、あれ、え、ちょっと待って、え、もう、待って、びっくりするわ。おい、びっくりし、いや、高田さんだよね、だって。俺。アドミンのキルだって全員不可能だから。
みんなが正解でずっと黙ってた寺堂さんがマシンガンのように足湯さんな、え、違うんですよ。いや、あのね、いや、でも今のはやっても絶対勝てるんですけど、エンタメしすぎて心臓バクバクしとる今。びっくりした。いや、もう違うんですよ。いや、僕なんかなって思えるぐらい、なんかもうみんながこう来るんで、いや、絶対違う。それでもスキップすればええやん、なんでなんでインポスターみたいな発言してた。びっくりした。すごくないですって。いや、待って待って、その前にさ、アシュさんさ、あの、疑われたのに一個も喋らせてもらえやんくて、そうなん、もう分からんくなってきて、自分なんかなと思って、ちょっと一ついいですかってのに、全然一つも良くなくなってもうかわいそうと思ってやらってたら、もう僕がインポスターですとか言い出して、心折られてるやん、こいつ。ごめん、あの、多分十中八九私がいけないです、ごめんなさい。いけなかったから。そんなことない。一応行動も説明して、あの、言うたんですけど、それでもインポスターやったんで、もうそれはインポスターなんやなと。いやいや、全然全然だって、あのね、あなた白かったよ、左からね、セキュリティからのアリバイが結構証明してたから。はい、だからもうほぼほぼ高田さんが直前でキリしたんだろうなと思ったら、なんか阿修さんがもう自分ですみたいな感じで言うから、あれ、あ、じゃあ全部嘘だったのかと思って、いや、もうここまで来たらもう僕なんやなって思って、めっちゃ怖かった。びっくりした、びっくりした。いや、でも最後死にたくないとは言ったんですけどね。いやいやいや、それもインポスター。あ、でタスクで負けたくないみたいな言ってたから。そうなんかどっちがいいですかって言ったら、なんかはい、はい、それそう、いや、そもそもそうじゃなくてって話してくれたらちょっとよかったんですけど、あ、なんか突然、すいません、びっくりした。諦め始めたのかと思っちゃって。だからあれですよね、だからオラフ君のそのカフェさんの情報の中に、多分高田さん自身が多分入ってた。多分入ってた。そう。すいません、ちょっと。おかしいことやっちゃいまして。いや動画が良かったんで全然良かったんですけどね。すみません、なんかおかしくなっちゃって、どっちの可能かなり動画向きのあれが残ったと。いや、面白かったけど、すみません、本当にすみません。よかった、はい、結論先に出しといてよかった。僕1個だよねっていうのを出しといてよかった。あ、オラフさん入れてないかも。いや、あ、ちなみに最初は剣士じゃなくてピカ君なんだね。ピカ君、うん、俺も全然キルクルも溜まってなかったよ。面白。いや、わ、高田さんごめんなさい、なんか思った以上に早かったわ、いろいろと発見が。いいんじゃないですか、全然。いや、でも、あの、洗脳ってこういうことを言うんやなって思いましたね、ちょっと。本当に自分がインポスターかと思っちゃったみたいな。はい、高田さんの問題が強すぎる。あれでいいと思うんだけどな。心臓バクバクしてる、まだ。いや、あれでも、ライン切り上手でしたね、高田さんの。カクロスさんが寺尾さん疑わないんだみたいなの。いや、切らないと結構、うん、そうだなと思っちゃった。で、あの、それが分かってたから、高田さんが疑われてる要素だったら、最終位置の精査をピカクロスから入れると、多分高田ピカクロスっていうのが見にくいかなと思ってあれやったんですよね。そう。で、あの、寺堂さんとつながるから、寺堂さんとピカクロスの2インポスターで見られたら、高田さんが逃げられるかなと思ってやってた感じでした、あれ。危なかった。俺ピカさん高田さんで話せようかなと思ったんだけど。ああ、で、ああ、そうですね。正直魚さんピカクロスの二郎があるかなと思って、魚さんの方があんまり押さなかったから、ピカさんを。だけど、なんか、うん、まあ両郎はないんじゃないかなってなんとなく思って。あの、個人的な視点ですけど、すごい視点が一致してたのが高田さんとアメネコさんだったんですけど、アメネコさんがより視点が一致してたんで。高田さんの黒もあり得るなと思って、その相対的に、おー、そうセンターなんかめっちゃ僕のこと分かるって言ってくれたもんね。そう、なんか高田さんのライン切りもあるなって、それでそのアメリコさんの方が近いなってなったから、ね、白感だと思って。僕高田さんめっちゃ白やと思ってたんですけど、全然、え、めっちゃキレするタイミングあったくないですか。僕、あれ気のせいやったのかな。俺、はい、誰？戻りました、オラフくんだね。はい、俺がオラフくんってこと。はい、キルするためにめっちゃあったっけ。なんかめっちゃ あった気がする。あっただから絶対。でもね、なんかね、直前のすれ違いの関係とかでどうしようもできなかったんだと思う。あ、そういうタイミング。そう、だから僕はちょっと先端さんワンチャンあるんかなとか思いながらビクビクしました。そうだったんだ。
そんな中、いや、まあ、ボタンもね、白かったから、高田さんは。ラインギリとボタン押しが白かったから、まあ、高田さん、白いっていうのは基本だと思います。でもなんかね、あのボタンやっちゃうんだよな。なんか、誰も殺せないとき、タスクがどんだけ進んでるか確認したいから、インポが。わかるわかる。押して、タスクの進行ちょっと見ようって思っちゃってる。あとは、どっちもリセットできますもんね、キルする。そう、リセット機械のね。一回、ちょっと、もうキルタイミングないから押しちゃおうと。いやー、死体発見が早い、うん、2試合とも。平戸さんが弦をすぐ見つけていただいたのがやっぱりすごく、あの位置本当は強いはずなんだけど、カバーリングがうまいっすね。カフェに戻るんだぜ。あれ実際ピカクロスさんは寺尾さんが左に行ったの知ってたんですか、視界的に。いや、認識してないっす。あ、してないんだ。うん、多分映ってたと思うけど見てなくて、あべ、左側抜けた話にしたいなと思って、話聞いたら左側行ってるって主張しても問題ないなと思ったから主張した感じでしたね。ちょっと想定外だったのが寺尾さんが疑われちゃって、私目線だと魚さんが一番最後にウェポン側に入ってたように見えたんで、魚さん疑いで多分ごまかせるかなと思ったら、案外高田さんも捕まっちゃったからやっちったなと思いましたね。まあ、右側の人をかばいに行くような感じでしたよね。クロスさんはね、すごく、うん、そうそう、相方いるんだろうなって感じがすごいした。なんか人狼してたな今の。いやー、確かに人狼要素。ああ、もうすごかったよ、もう。